ってますか。いやまだついてないですね。まだついてない。そうですか。今度はブルドッキングヘッドロック。そういえば高橋さん、あの鶴田とのテクニック対決、武道館同門対決でしたが、あの時にも変形のバックドロップを安田見せてくれたんですかね。ありましたね。いや考えています安田義明、今年にかけています。さあ究極のバックドロップは見られるか。ジャンボ鶴田、タイガーマスクが飛んだぞ。竹内さん、あ今度はジャンボのバックドロップを見たいですね。ここでジャンボのバックドロップが出てくれば、この試合まさにもう盛りだくさんですね。15分が経過しました。本当に技も盛りだくさんであります。夢の対決。さあジャンボを飛ばした。あっと15分キックを捕まえた。お前は天竜か。よく読んでいたタイガーマスク。しかしもう一回飛ばした。ラリアットもかわした。あっとフライングラリアット、タイガーマスク左が当たりましたね。いや高橋さん、今の攻防はどうですか。タイガー、いやいいですね。よくやっぱりジャンボの動きを読んでましたね。試合感も戻ってまいりました。タイガーマスクであります。しかしその辺は力、ジャンボ鶴田が持ってきた。縁の円錐であります。いやタイガーマスク頑張っています。そして縁も頑張っています。マスクを掴んだ。竹内さん、天竜とそれから高木の対決が精神的対決とすれば、これはもう技のオンパレード、もう見どころ心に対いっぱいありますね。まさにフルに入ってますね。本当にプロレスは面白さの宅急便、そしてグルメのフルコースであります。さあ今度はボディスラム。今度はスミスが飛ぶか。あえもこれは失敗。もう一回、もう一回かわした。この辺はジュニアの軽い動きだ。そして自ら飛んで、しかしボディ力が大倉マスタンピート。さあキッドがスミスがオクラホマスタンピートで、キッドがタイミングがヘッドバットを狙ったか。エルバー、外しましたね。外しました。ヘッドバットを鶴田やつがカット。さあ6メンタクタッチ、混戦だ。さあジャーマン、口のジャーマン、危ない。キッド危ない。大したやつが飛んでくる、鶴田が飛んでくる。放送席でありますが、リング上は鶴田、口と、そしてキッド。さあご覧の状況、口はボディースラム。さあ先ほどのお返し、ピストドロップか、あるいはフライングヘッドバットを打てるか。キッド気がついた、キッド気がついた。なだれ、なだれの声、なだれだ、なだれ式だ。さあ決まり替えはどうだ。ガー